はい、えー、それでは古典ラジオ番外編を始めたいと思いますお願いしますー、はい、お願いしますお願いします今日のテーマははい 記載を、私の話でございますね。そうです。そうです。もう大体的に樋口さんの話。そうなんですよ。満を持して発表ですね。はい。あの、あ、改めまして、樋口塾塾長の樋口と申します。よろしくお願いします。優しそう。なんですか。樋口塾って。そうなんですよ。えっとですね。これ、あの、まだ実は。大々的には公開はしてないやつなんですけども。まあ、知る人ぞ知るやつなんですけど、これ要は。ポッドキャストを制作するコミュニティなんですね。 <う>ん勉強をやったりとか,なんかこうみんなで聞き合ってこうあだこうだ言い合いながらこう皆さんでこう切磋琢磨してみんな発信していくことを勉強するみたいなポッドキャスト塾と思ってもらえたらいいんですけどもこれあの一応じゃあえと今どういう状態でやってるかっていうと古典ラジオのオンラインコミュニティってあるじゃないですかデスコードで今やってるんですけどその中からあやなるさんっていう方が管理人として手を挙げてくださってでそれで勃発したまあそのサブコミュニティみたいな形でやってますよと。で えっと、実際、今、ひぐち塾で、えっと、メンバーがですね、54人います、うん。<laughs> すご <っ S 1> おぉ、すごいじゃないですか。<laughs> もう塾というか、もう学校ですね。そうなんですよ。で、あの、ま、別にこれね、あの、会費取ってるわけでもなく、あの、僕がなんか何か教えてお金を取ってるわけでもない無料コミュニティなんで、ま、そんな感じなんですけども、で、一応、54人のメンバーで、で、えっと、67本の番組が今、やって<笑><笑>じゃあ、1人1本以上ってことやってますやってます。<ご>そうなんですよ。<laughs> なんか、すごっ いやであの例えば、えー、と誰がいるかっていうと、うんまあ、古典ラジオの番外編でゲスト出演した高鳥屋さん、これ、中東の話をする「中東区」っていう番組とか、はいうん、あと、室越さんですね、はい、文化塾民学の,、うん、あの深井さんの同級生の室越さんがやってる「牛を忘れる」っていう番組とかありますし、あとその高鳥屋さんと室越さんが大分出身ということで、2人でやってる。 あの大分をテーマにした「100年のカボスっていう番組があったりとか大分をテーマにしたそうなんですよ、えー、といろいろぐちゃぐちゃになってやってるっていうへえめちゃくちゃ広がってるじゃないですか樋口さんのおかげでそうなんですよ樋、はい、口さんだってお金取ってないんでしょ今んとこお金取ってないです、うん、なんでやってるんですか <laughs> <laughs> いやなんか僕もともとっていうかそもそも僕、うんうん、世の中全員が音声コンテンツやったらいいのにって思ってるんですよううん、うん、うん 音音声声ですか <laughs> 音声コンテンテツをやったまあいろいろ理由があって、まあ、正確には全員が何かしらで自分の思いとか理念とかやってることを発信すればいいのにと思ってるんですね。うんうん、でそれが別になんか例えばブログとかでもいいし YouTube とかでもいいし。 まあ音楽作ってとかでもいいんですけども今やっぱりその音声コンテンツっていうのが実際まあ,あの市場的にも熱いしうん、うん、で、えっと、今ポッドキャストっていうのがね、まあ、まあ完全にね古典ラジオがね、うん、<laughs> 旗振りになってじゃないですけど盛り上がってきてるじゃないですかでスポティファイとかも実際いろいろ今力入れてやってるみたいなところがあってで音声コンテンツ盛り上がってるし、うん、まあ,あとはそのスマホで簡単に聴けるとか、うん、あとイヤーポッツっていうねアップルが出したその のイヤホンとか出てきたりして結構身近になってきてるじゃないですか、うんうん、だから発信する側もあの聞く側も結構あの昔より身近になってるっていうところがあって、うん、で、うん、えっと、まあ、ブログとか YouTube とかって今までやってる人いたんですけど、はい、今、えっと、音声が得意な人が音声コンテンツを始めやすくなってるっていうところがあると思うんですよなるほど環境が整ってきたっていうことですよねですですです環境が整ってきてるっていう、うん、えっ音声が得意な人っていうのははい、喋るのが得意な人ってことですかそうですそうです まず喋るのが得意な人ああやっぱこう文章が得意な人と喋るのが得意な人って違うと思うんですよ。でっと喋るのが得意な人でなおかつなんか映像がない方が気軽に喋れる人って結構いてああ。ななるほどう<ー>そうなんですよ いや例えばなんか女性とかだったら家でサクッとダラダラ撮りたい時に化粧落としたらもう撮れないとかなるほどねあとなんかこうそういうそれ専用の部屋がいるとか確かにあとはそのプライバシーの問題ですね顔出しをしなくても全然違和感がないとか別に VTuber とかいるんですけども、まあ、それはそれで結構技術的なハードルがあるじゃないですか。 確かに、はい、v チューバーじゃあ明日からやっていってれてもなかなかできないんですけどじゃあポッドキャストやってって言ったらアカウント取ってボイスメモ取ってすぐ上げるだけでできるっていうでやっぱりこう、うん、映像とか文章に比べてもう一瞬でパッて始められるんですよで編集もほとんどなくても全然できるっていうえこれあの話すの苦手な人どうすればいいんですか全員やった方がいいわけですよねでも僕これも苦手な人もやったら面白いのにと思ってるんですよ、うん、あ何が面白,い面白いんですか なんか超話がつまんなくてても面白いってことででですですすか僕そもそもこれあの全員がめちゃくちゃ視聴者数取れなくてもいいと思ってるんですよ。で多分ですけど自分の思いを話すっていうこと自体に価値があると思ってて結構多分皆さん経験あると思うんですけど、えー、じゃあ恋愛の悩みがあります例えば「振られそうです」うん「えっと彼氏彼女に振られそうです」っていう時に、うんうん、友達にバーってこう相談した後に「 終わったらなんかすっきりしちゃったっていうことって結構あると思うんですよ <laughs> 要は悩みって言葉にすると自分の中で言語化するだけで整理されてあなんか俺も答え見つけたわみたいな <laughs> <で>これをちゃんとお仕事としてやってるのがメンタルコーチとかカウンセラーとか、はい、そういった方々だと思うんですけどもそれをなんか世の中に自分でマイクに向かって発信するだけでも、うん、結構それに近い効果が得られるんじゃないかと思ってて自分を深く知るっていう目的なんですねそうですだからちなみに僕で言うと一人りしゃべりのポッドキャストやってるんですよ 「樋口清則の世界」っていうポッドキャストやっててこれは車の中で僕一人で喋ってるんですけどうん、うん、なんかこれとかって10分って時間を決めてとりあえず録音ボタンポンと押すんですよ。でとりあえずしゃべりだしたら終わった頃にはあなんか俺こんなことを考えてたんやっていうのがなんか自分でもびっくりするみたいな。実際樋、はい、口塾の塾生の皆さんって初めて、はい、音声発信をする方がほとんどなんですかそうなんですよ 皆さんどういう変化があるんですかねまず最初ってやっぱ自分の声聞くだけでなんか気持ち悪いっていう感じなんですよ<ー>やっぱ普段自分の声って聞き慣れないじゃないですかそうですよねでえー、っとうまく喋れないとかいろいろあったんですけど <うん S 2> やっぱり喋れば喋るほど全然喋れるようになっていくんですよ 慣れれるるんんででですすね誰もよやっぱアウトプットずっとし続けていると、うん、あ今度何喋ろうっていうマインドで毎日を過ごすんで、うん、例えば何気ない日常って何気ない日常で終わったら、まあ、当たり前ですけど何気ないんですよ。でも今日何気ない日常の中から何か喋ろうと思って思い出した時に「うん、あこんなことあったなこれ」 ちょっと気づきそういえばあったなっていうところでアウトプットしとくみたいななるほど感度が上がる感じですかねそうそう,そうあの解像度が上がる感覚があるんですよで実際、まあ、僕もブログを書いて毎日書いてるんですけど、うん、今でも今でも書いてますあ<ら>僕とかだと例で言うとツイッターでなんか思ったこと書くんですねでそれをブログにするんですよ、はい、でそれをまた思い出しながら喋るみたいな でそれでさらになんかこう思ったことを例えばこの古典ラージオの番外編とかでさらにしゃべるみたいな感じで思ったことをどん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 整理しながら自分の中でこうアップデートしていくみたいなことをやってるんですね。でその効果は間違いなくあると思ってますね。っていうのが1個。でもう1個言うとこれ面白いなと思ったのがもう Twitter みたいな SNS 化してきてて音声コンテンツが。<ー>要はどういうことかっていうと誰かが誰かのラジオにゲスト出演したりとか。 あと誰かのやつを聞いて自分の番組でまるさんのまるについて僕も思ったことあるんですけどみたいなことを言ってそれに対してまたアンサーで答えるみたいなだから一方通行ではあるもののなんか緩い双方向性になってるみたいなコミュニティ内でうんなるほどなんかそういうのもあったりして結構面白いんですよめっちゃいっぱい質問あるんですけど <laughs> あもう全部聞いてください, <laughs> <は>いえっとね まず、樋口さんはなぜそれをやってるのかっていうのがありますよね。はい、まず。しかも、今無料でやってるわけですよね。ああ、無料です。やってますね。なぜ無料で樋口さんは他の人たちの音声発信を助けてるのかからいきましょうか。はい、じゃあまずは。生物的な理由で言うと、そうやって人間が何かを始めるのを見ると続々するんですよ、はい。<laughs> す <laughs> これがもう生物的本能的理由です。なるほど、なるほど。古典ラジオと一緒ですよね。あ、そうそうそう。古典ラジオ始める時の樋口さんと一緒ですよね。本当そうです。 人間が何,が何か新しいことを始めてそれによって幸せそうな顔をしてるのがもう見たら続ゾ々クゾクするんですよ僕。<ー>だからできないと思ってたこととか自分みたいなものがと思ってたことができるようになるっていうのがもうそもそも好きなんですよ。これがなんかま,まず感覚的な理由ですであとはやっぱり僕がやってる株式会社ブックそして言いナパレットがやろうとしてることってこれのもっと広げたバージョンなんですね。 あのー、まあ一応何回も多分これ言ってると思いますけど理念があってうちの会社に、えっと、どこでもできる世界を作ると何でもできる世界を作ると誰でもできる世界を作るるというこの3つの理念があるんですけども、うん、要は何かから自由になる自由な世界を作るっていうのがうちの理念なんですよ。それで言うと自分みたいなもんが と思ってた人が、実はできるんだっていう。うん、なんか、そういう世界を作るっていうのは、そもそも僕、会社の理念なんですね。はい、はい。だから、僕、あの地方創生の文脈で、田川田舎で施設をやってるんですよ。うんうん、なるほど。だから、どこでもできるの、それを体現したいということですよね、うん。あれですよね。それ僕聞いたことあるけど、田川でできるなら、どこでもできるはずだっていうやつでしたよね。はいうん、まさに、一番難易度が高いはずだってや,っやつ、ね。そうなんですよ。そうなんですよ。っていうのがまず一個。で、じゃあ、もうちょっと具体的に。 じゃあそのブックにとってどういう事業になっていくかっていうのが実はあってこれ実はあんまり言ってないんですけど<ー>イノククニプロダクツっってていう事業をやってるんですねこれあのイノシシに「国」って書いてで、はい、英語で「プロダクツ」なんですけど、はい、これ、あのー、あのちょうど前回出た青柳がやってる推進させてる事業なんですけどこれいわゆる広告を主にした制作事業の、うん、まあもっと言うと正確に言うとマッチングをやってるんですね。うん <ほ>うこれなんかっていうと広告主とか制作会社とかからオファーいただきます例えば音楽作ってくださいとか映像作ってくださいホームページ作ってくださいデザイン作ってくださいなんかオファーいただいたら僕らのコミュニティの中にいるクリエイターにそれを振るんですよで、それでマッチングしてやってもらうっていう それの交通整理みたいなものをやってるんですけど、これがイノクニプロダクツですね。うんうん、まあ、あの形上は派遣会社みたいな感じなんですけども、なんかちょっとイメージ違くて、どっちかっつうとメルカリやフォークランサーズみたいな、あの、なんかこう管理するっていうよりは、こうマッチングさせるっていうイメージなんですね。なるほど。うん、ほうほう買い手と売り手をマッチングさせるっていうことを制作業務でやってるっていう感じですけど、なんかこれはいわゆる田川というか、いいかねパレットに関わるクリエイター。 にやっっててもらってるんですね今でもそ,もそもそも今って別に地域関係ないじゃない,じゃないですか。っていうところでなんかここに関わるクリエイターみたいなのもそもそもめちゃくちゃ増やしたいっていうのもあってだから樋口塾も今ポッドキャストを中心にやってるんですけどもこれゆくゆくは例えば音楽制作とか映像制作とかウェブとか他のもろもろみたいなものをやっていくっていうことも実は考えてるんですあ。 なんか最近音楽作りのワークショップを開いてるのもあれも樋口塾の遺憾なんですか実はまあ樋口塾のいい金パレットバージョンというかそういう流れですんはいでなんでこれやってるかっていうのもあの実はいろいろまあいろいろつくも2つあるんですけど、はい、いいですか続けてこんなバーッと話して、はい、<laughs> なんかもう演説みたいになってきたんですけど <laughs> 1、うん、<laughs> 一個は 1>、うん、やっぱり、えっと、食える人を増やしたいんですよ 田舎で今までクリエーターってどうしても東京大阪福岡市内ぐらいまでなんですよ増えるのって。ですすよよ、うん、仕事ないですよね今ネットでできるとはいえなかなかじゃあその営業活動誰がやるかってなったらなかなかできないしうん、うん、じゃあ,あのいわゆるクラウドソーシングみたいなとこでやろうと思ってもやっぱりこう。 えー、とどうしても価格競争みたいになっていくんで案件がないみたいな。たところで、えー、と,とりあえず田川に来ればクリエーターが食っていけるみたいな状況をまず作りたいっていうこのはでで、うん、もう一個その先というか、うん、そもそもじゃあなんでクリエーターを支援しようと思ってるかっていうのがあってうん何かんとここからちょっとあのちゃんと喋れるかどうかがあれなんですけど要は今からの時代って、うん 思いを発信することの重要性が加速度的にどんどん上がっていくと思ってるんですよ、うん。はいはいはい。とまあもっと言い換えるとお願いできる人がめちゃくちゃ強いって思ってるんですね、うん。おそれどういうことですか。うん、うんとじゃあ商品買ってほしいってなったら広告出すじゃないですか。これ買ってくださいっていうお願いだと思うんですよ。じゃあえっ、ー、と投資家にお金えっ、ー、と出してほしい。これも出してってお願いすると思うんですね。 例えば、うん、じゃあ、えー、とアルバイト募集しましたアルバイトに来てほしいこれもお願いだと思うんですよだから自分の、うん、と理想の未来を誰かに伝えて、うん、それを埋めてくれる人を探すっていうのがことがめちゃくちゃ重要になっていくと思ってるんですね今までも重要だったんですけど、うん、もっと重要になっていくと思ってるんですよ、うん、はいで、えーとまあ、その理由っていうのがいろいろあって何か例えばじゃあ古典ラジオって何、うん、か今じゃあ 深井さんが採用しますって言ったらバーって今集まってるじゃないですかうん、うん、これってお願いなんですけどこれいわゆる広告の形じゃないんですけど広告なんですねと思ってるんですよはい。だからなんかこうそれまではお願いするって広告っていう形でやってたことが多かったと思うんですけど実はもうものづくりをして発信するだけで広告の役割をなすっていうことがどんどん起きてきてるような気がするんですよだって よく考えてみると、普通、採用を出すとか、あとその投資家の方々とか、スポンサーの方々を集めるって、お金を出してメディアに載せたりするわけですよ。今って、サポーターの方々に支援していただいて、しかも広告できてるじゃないですか。うん、なんか、これって、なんか、昔前までは結構難しかったと思うんですね。うん、インターネットがない時代って。うん、でそれができるようになってると。うんはい、で、しかも、無料でできるようになってきたっていうところであの今まあもう一回言うと、今からの世界って、 自分に確固たる理念があってビジョンがあってそれをめちゃくちゃ強く発信できるっていうことが相当重要だと思ってるんですねだから、うん、クリエーターとかそれを発信できる人っていうのを田川にめちゃくちゃ集めたいんですよ田川である理由はさっきの田川でできたら全部できるからだっていう、ね、そうですそうですよねはいだ本当はどこでもいいんですよね本当はどこでもいいですで、えっと、もっっとと言うと田舎が生き残る道って、うん ほぼそれ一択なんじゃないかって結構思ってるんですよ。特に、まあ、歴史的建造物があるとか、うんえー、自然が豊かとかは除いてほとんどの田舎って大した特徴がないですね、うん、そんな中で、えー、と人を集めてこれるって多分人間しかないと思ってるんですよ。人間が人間を呼ぶっていう、うん、引き込むっていうことしかないと思っててじゃあその人間をどうやって見つけるかって、はいはい、もう何かしら発信し続けるっていうことがめちゃくちゃ重要だと思ってるんですね。 だから田川に発信できる人間をめちゃくちゃ集めてものづくりできる人間めちゃくちゃ集めてむちゃくちゃ騒がしくしたいんですよ。なるほどでまあもちろん田川って言ってますけど田川って僕土地じゃなくてもほぼ概念みたいなもんだと思ってて例えばじゃあ樋口塾の人って僕田川の人と思ってないかというと半分思ってるんですよ僕がやってる樋口がやってる塾なんで。 もう半分片足田川の人間だと僕は思ってるというかうん、うん、もう関係してくれてるいわゆる関係人口と僕は思ってるんですけどう,す、ね、うんそれくらいなんかこう緩いつながりでもいいから、うん、オンライン上で樋口塾でオフライン上でそのの国プロダクツっていうのがあってなんかそういうのを盛り上げていきたいなっていうところがあるっていう感じです、ねうん、なるほどこれは確かに伝わりづらいかもしれないですねこれあの樋口さんの哲学が前提条件になりすぎてて、はいはい 外から見える内容とやってることが結構違いますね。あ、そうですか。表面上で見えることと、その実際にやろうとしてることが結構違いますよね。はい、ああ、まあ、それはあるんですねあの。別に映像制作したくて映像制作してるわけじゃないけど、映像制作をしてるわけじゃないですか。ううす例えばだけど。ういうはい。とか、ポッドキャストを出したくてやってるわけじゃないんだけど、ポッドキャストやってるわけじゃないですか。はい、手段としてね。はいはいはい、そうですね。 樋口さんの非言語化領域のレベルの哲学のところがめちゃくちゃ多分入ってるんですよね。はい、今話聞いててもめちゃくちゃ思って面白いなと思ってて。で、うん、それで言うと<ー>僕がやってること多分僕も明確に言語化できないくらいちょいややこしいんですよ。はいうん、だからでしょうね。 雰囲気で分かってもらわないといけないなと思ってるんですよ。うんうんうん。それは一応ロジックで説明はできるんですか？説明ができて説明を受けたとしても分からないっていう意味なのか、そもそも,そも言語化が難しいっていう話ですか？ああ、なんか同じ共鳴するものをお互い持ってたらなんとなく分かると思うんですけども、うん、なんかこうやっぱお互い非言語領域で多分共鳴し合わないと多分ピントは来ないようなこと言ってるような気がしてて。はい、はいはい。はい。 だからこれってでももうなんか一回例えばこれ今ポッドキャスト多分20分か何分か喋ってると思うんですけど、うん、これ聞いただけじゃ全然わかんないと思うんですよ。で、えっと、僕はこれもやっててこれもやっててこれもやっててこんなこと言ってるってことは多分こうだろうみたいなこのなんていうんですかねそこを集合してやっとなんとなくわかるみたいなレベルでしか多分正確には伝わらないと思ってて。 だからなんかこうずっと発信し続けたいと思ってるっていうのは樋、ねね、口さんもずっと継続的に整理していって言語化していくっていう感覚なんでしょうね。し僕がやってる活動を全部なんか、まあ、全部とは言わないけどなるべく見てもらってそれからこう機能法的に、うん、多分これを中心にやってるんだろうみたいなものをなんか感覚的に分かってほしいなっていうのは樋、うんうん、口さんがその今こう力を入れてることを大きくなんか今の話聞きながら あるなと思ったのが、その、シンプルに、なんていうか、この、個人を応援するっていうベクトルがまず一つありますよね、はい。あ、超ありますね。シンプルに。<れ>ね。はい。あと、もう一つ、やっぱりその、なんていうんだろうな。基本的にはそこをベースとした、えっ、ー、と、地方っていう概念がありますよね。樋、うん、口さんの中に。ありますね。はい。だけど、それ地方っていうのは、今の話聞いていくと、実は土地のことを言ってるわけじゃなくて、はい、そういうに、人間のことを実は、樋口さんは言ってて、 はいはいはいそうですね。でそれを細分化していくと確実に個人になるんだけれども、はい、その各個人が自立して、えー、と経済的なにも、えー、なんていうかこう地方にいてもお金を稼げる状態になるということが一つ個人がおそらく何かを達成するための手段として樋口さんが大切にしてることですよね。うん、う,うまいっすね。 樋口さんはその個人に最終的にどうなってほしいと思ってるんですかね僕、<この S 2> だから心が自由になってほしいと思ってるんですよ。<うん S 2> ああ <ー S>、一人一人が。その場合、都市で心が自由になってる人たちっていうのは、樋口さんの中でどういう捉え方をしてるんですかあえっと素晴らしいです。なるほど。それで言うと、僕、都市がだめで、田川がいいって全く思ってないです。それはなんか分かる <うん S 2> 選択肢が欲しいだけで実際僕じゃあ 例えばじゃあ東京ドームでライブできるようなえと超トップアーティストになって CD オリコン1位取りたいですっていう若手がいたら今すぐ東京行けって言うと思います多分。<laughs> 明確にその夢があったら。だって東京の方がいいです絶対多分それ。一流のミュージシャンになるんだったら。で,でもなんか人間の幸せって別にそこだけじゃないっていうことはまあ多分皆さん分かってると思っててでもなんかこういろんなことに縛られて。 やりたいことはあってこれが東京でしかできないと思い込んでるみたいなところが結構あると思っててとかやりたいことがわからないからとりあえず人がいっぱいいて刺激がある東京に行っとくでなんかバイトしながら見つけられたらいいなあなんかちょっと正社員で雇ってくれたから一旦働いてみようで10年間経っちゃったとか例えばでも全然幸せと思ってないみたいなことってめちゃくちゃあると思っててそれを樋口さんが何かしら何かしらっていうかカウンセリングだったりお話を通じて。 はい、なんか彼らに、何かをやりたい人たちのために、なんかこう、その選択を踏み出していくっていうのを後押しするっていう感覚なんですかねす。だから多分僕、選択肢を広げたいだけなんですよ、住む場所も、職業も、活動内容も、生き方全部に関して、選択肢を広げたいんです、はい、もっと柔らかくなってほしいなって思ってる、そう。樋口さんが言ってる、心が自由になるっていうのは、選択肢が広がっている状態のこほぼそうです。 樋口選択肢が広がるとどうなるんですか深井世界の流動性が上がると思ってるんですよ樋口、うん、そこは世界になるんだ深世界ですね樋口、はい、なるほど世界です、えー、と僕が田川で頑張ると田川、うん、が選択肢の一個になるじゃないですか住む場所だけで一旦考えると、うん、田川でめちゃくちゃ盛り上がって田川魅力的だなってなったら東京でもいいし田川でもいいやってなるんですよ だそれがいろんな地域いろんな国でバーってやりだすとあどこでもいいんじゃねってなると思うんですね。ってなったら一応日本に生まれて日本で育ってきて日本で死ぬと思ってたけど別にカンボジアでよくないとかあこれなんかこうコロンビア意外といいよとかになっていくと思うんですよどんどん。そうなってくると本来自分がしっくりくる適材適所にはまりやすくなると思ってるんですよ流動性が上がると。なるほどなるほどは僕一番 あの目指してるところで世界のだから最適化したいんですよねあ<ー>、はい。はまってないところにいる人を全員はまらせたいですよ。えっと最適化したいなんか今の話聞いててすごいやっぱりでも個人のこと考えてんだなと思ったんですね。その世界を流の流動性を上げること自体が個人が自らの、はい、多分才能とか能力を100%発揮するためじゃないですか。そそうですそうでですす マジでそうですそういう状態って世界が流動性が上がってる状態だと、はいはい、その世界の流動性が上がってる状態っていうのは、象徴的には、象徴的に田川のような、何の可能性もなさそうな場所で可能性を見出せることだと。はい、ち,ょちょっと、可能性一応 <laughs>、まあまあまあ、それはいいとして、はい、すみません、すみません。そうですよね。<laughs> いや、これ、僕が言ってるわけじゃなくて、樋口さんが考えたことですかね。ごめんなさい、ごめんなさい。そう で、そのためには、個人が、それぞれが、自由に、まずは、自由にというか、気軽に発信し始めることが、そのステップワンになるんだ、ということを言ってますよね、はい、今、しぐじさんって。ですです。で、それを、はい、なんで、まず、そのステップワンを応援してるわけですよね。うん。ってことでいいですよね。はい、めちゃくちゃそうです。ではい。個人の、個人の、その最適化とか、いう言葉で出てきましたけど、はい。個人を最適化さるするっていうのは、はい。 僕はさっき才能とかこうやりたいことが100%みたいな説明しましたけど菊池さんはそれをどう捉えてるんですか、はい、あ最適化されてる個人っていうのは。本当に多分深井さんとかあとまあ古典の皆さんが言ってるなんか才能が発揮できる状態にしておくみたいな、うん、ほぼそういうことですね。なるほど、うん、例えばなんか寒いのが苦手な人は寒いところに住まない方がいいし。うんうん、はい ですですあの朝起きるのが苦手な人は夜の仕事した方がいいしとかもう本当にはい、はい、例えば得意なことやって気持ちいい状態で<ー>そうするとなんかな、ね、えと痛みが少なくなるしあの、まあ、これ僕じゃあもっともっと先の世界で言うとこのまんま行くとすげえ金とかエネルギー使うなと思ってるんです、うん、世界全体が。うん、はい。あの要は楽しくないから 土日使使っっててリフレッシュするために金使って遊ぼうとかあるじゃないですか。とか何かこう楽しくないからこうめっちゃ焼き食い高いもん焼き食いしようとかあるんですけどそもそも日常が楽しかったら一回お金っていうものに労働を返還しなくてもそのまますっといけるじゃないですか。 幸福度を得るっていうことがえと労働したくない労働をして幸福度を下げたものを労働によって得た金でまた回復させるみたいな非効率的なことをやらなくていいんですよ。でこの非効率的なことをやってたら才能も100%発揮できないしだって労働してる時に楽しくない人って結構いるじゃないですか。だしえとエネルギーを単純に石油とか <laughs> なんかいろいろ使うような気がしてて世界のリソースをいっぱいですね。 なるほどなんかこれって多分継続性ないなと思ってるんですよいわ持続性か今でいう、うん、持続性がない社会にどんどんいってるなと思ってるんですよだから捨てることを学ばないといけなくてそういうい感じですねそれは最終目的なんですかそれともそれもあるしっていう感じなんですか要は持続性のある世界を作りたいがために今までの出てきたやつは全部そこに収束していくっていうことなのかそれとも持続性もないしねっていう話なのか、えっと えっと、僕が気持ちいいのは最適化のところです。うん、あ、わかりました。はい、で、えっ、ー、と、多分最適化をしまくると持続性も担保できると思ってるって感じです。僕は単純になんて言うんですかね、もうパズルがカポンってはまる気持ちよさみたいな、多分もうなんかこう本能的な性癖レベルの話です。うそっか。じゃあ、はい、性癖満たしてんだ、ずっと。そうかもしれないです。 <laughs> ありがとうございます。樋口塾の皆さん、<laughs> 僕の性癖を満たすことをやってくれて、<laughs> <laughs> 普通に聞いたらいでも、<laughs> 卑猥な響きします。<laughs> でもすごく、はい、あの複雑に見えてやっぱシンプルだなと思いました。今、そうですね。その樋口さんは、はい、その個々人がえっ、ー、とまずその 才能を100%発揮できて、はい、変なその固定観念にとらわれずに才能を100%発揮できる時代に来ているのにもかかわらずできてない人たちがたくさんいるのを知っていて、はい、ゆきさんがその人たちが100%発揮できる環境になればいいのにって思ってるわけですよね、ま、はい、はい、そうですでそれをやろうとしてるわけですねそうですもう本当にそうです <laughs> で <laughs> ただそれだけってことですよねでしかも、うん みんなが幸せになってハッピーになってとかじゃなくて結構もっと原始的なあれでなんていうんですかねもつれた糸あったらイラついてえっつってほどいてきれいにしたくないですかそれくらいの感じそれがだからそれが性癖のとこですよねだから見ててそれがめっちゃもどかしいからこういうふうに地方でもできるよっていうことを実際にやっていってるってことですよねそれのの一つ 活動というか、まあステップワン、まあステップツーぐらいになのかな、もはや今の段階だと。それが樋口塾なんね。でも、あり、いい金パレットでもあるわけですね。なんか樋口さんがすでにそういう状態、自己最適化が最高レベルでできている状態だから、なんかできてるっていう感じもしますよね。樋口。それは。そうかもしれないです。いや、ていうか、僕、パレット始めてから、そこに気づいたっていう感じです。あ、そうなんですね。始めてから。始めてからです。あの逆なんだ。 自由な世界を作りたいと思ってなんでやってたかっていうと多分僕が自由じゃなかったからなんですよ始めた時ってめちゃくちゃ辛くてうんうん 1> で一回僕会社辞めかけてるんですよなんかそれ聞きました多分あのお二人に出会う直前なんですけど僕は精神おかしくなって会社僕代表なのに辞めようとして辞めかけてるんですようんうんで戻ってきたぐらいでなんか自由な世界とか誰でもできる世界とか言ってるのにもかかわらず社長の俺できてなかったらやばくないってなって。 ああそういうういい感覚があったったていうことですね、うん、ですいやまずは社長やろでその次に社員やろ、うん、でその次に、うん、そのもっと深く関わって次に深く関わってくれてる人たちみたいな感じでやっぱ中心から変えていかないと周りを幸せにするために自分たちが苦しかったら、うん、絶対多分これ説得力ないなと思ったんですよ <laughs>。っていう感じなんですね。いやーいいなーだから俺もう古典さんはもうほんと続々してますよずっと見てて俺。 いやもう本当にだからいや僕もすごいその才能の話すごい実は個人的に僕にもそういうなんていうかな願望あるんですよね <いや S 2> そ一人一人の才能を開花させたいっていう願望が結構人の才能を見るのが僕好きなんでそうっすよねやっぱり樋口さんのそういう哲学みたいなのってやっぱり僕たちもすごく多分古典ラジオで影響を受けてるんだろうなと思いますねはいやだからもう僕ずっとあのお二人がいかにこう気持ちよく 発信できるかっていうのはもうずっと気にしてますうん、うん、実は。ですね。って感じですよ。いやちょっとじゃあぜひ皆さんあの興味ある人は樋口塾に入ってもらって。塾に入ると何が起こるんででしょうかかそれを聞いてなかったです<あ>、うん、とりあえず入る条件は1本以上自分でポッドキャストなり音声コン,テンツなりを発信している人、はあ、もうと要は踏み出してない人はちょっときついです。 なるほど。はい、ほどだってやれるんで、踏み出したら、ね、なるほど。はい、最初の一本をまず最初に自分で踏み出しておいてと。5分でアカウント取って、で15分後にはもう一本取り終わって上がってるんで、今、スマホ一個でできるんで、1本以上開けてる人以上です、うん。うん、<laughs> で、えー、まずそれで入ってきてくれたら、あとはわいわい楽しく、なんかこう、どうでもいい会話で盛り上がってもいいし、音声コンテンツ、みんなの聞くだけでもいいし、はい、そんな感じで。 関わってくれればなとまず思ってて。樋、うん、口塾、うん、で、うん、これ。あと樋口塾と別にせっかくなんでちょっといいかね。パレットの話も一瞬だけしていいですか？あのいい実はずっと今これも継続的になんですけど、うん、あのまあ、関わってくれる人をずっとなんか探してるん。うん っていうか来てほしいなと思ってます。関わってくれる人です。で、えっとそれは本当にどんな形でもいいなと思ってて、なんか例えばまあ一番深く関わってくれるその社員レベルですよね。はい。社員とかでもいいし。あ、もうまあ常にずっと募集はしてるんですけども、社員でもいいし、例えば契約社員でもいいし、で業務委託でもいいし、アルバイトでもいいし、あとはうち進めるので、あのそうですよね。そうなんです。ヤンヤンもこの前またなんか滞在してたよね。そうですそうです。 あの2万5万五千円で長期滞在ができるんですよ、うん、住めるんですよ、で敷金、礼金ゼロなんでた、例えばお試し移住みたいな感じで1ヶ月住めるとかもできるんですけど、でうん、例えばとシェアオフィスとかテナントみたいな感じでも入れるんですよ、うん、うち。 東京、大阪、福岡の会社がサテライトオフィスとしてうちに入ってもらって、うん、で、社員はパレットに住み込みで働いてもらって、うん、で、他の業種とかコミュニティから刺激を受けて、それをまた本社に持ち帰るみたいなこともまあもちろんできます。はい。うんうん、だから、どんなレベルの関わり方、どんな深さの関わり方でもいいんで、えっと、とにかくなんか一緒に面白いことをしたいっていう人、ずっと探してるんですね。で、今のね、理念とかに共感してくれる人ですね。 今、緊急でレベルですぐにでも会いたい人っていうのが、うん、<laughs> すみません、これ、なんか求人みたいな感じになっちゃうんですけど <laughs>、まず、アルバイトです。普通にオペレーションを手伝ってくれるアルバイトの人。うん、で、これ、住み込みとかも可能なんで、例えば今、なんかちょっと,えと進路に迷ってて、ちょっと仕事やってないとか、なんか学校卒業したけど、今ちょっとやりたいこと探してるとかいう人は、とりあえず来てもらったら、住みながらアルバイトできるんで、はい。 言うたら何もない状態でポーンって来てくれてもとりあえず死なないですなるほど生きていけるわけですね何も考えずに行っても大丈夫ですです <laughs> そうなんですよ <laughs> すげえ施設だなだからセーフティーネットがあると思ってください <laughs> であとはそのアルバイトをまとめるオペレーションマネージャーの方これは本当業務委託以上のレベルでちょっと探してます、うん、業務委託なのか契約社員なのか社員なのか分かんないですけどもはい、はい、そのレベルで結構ちょっとあのちゃんとこうお金をお支払いしてやってもらえる方を探してたりとか はいはいあとは、さっき言った広告を超えたなんか発信するみたいなことっていうのをやっぱ地域で盛り上げていきたいんですよ。で、それで、いわゆるプロジェクトマネージャーみたいなものを、方を募集してて、例えば、スキルでいうと、広告代理店を経験してる方とかは、すごく活かせるのかなと思ってます、スキルを。広告代理店の何を経験した人がいるで営業でもい,いしそれで企画を考ええたりでもいいし <おう S 2> 例ばだか 田川にあるそのお店とか会社とかっていう方と話をして、広告ではない広告というか、例えば、ポッドキャスト始めましょうよとか、YouTube 始めましょうよとか、そういうのを手助けをするみたいなとか、そこから何やったら、事業に対するアドバイスをしていって、一緒に言いいかげパレットと組んで何かやりましょうよとか、そういう形を作っていけるようなことに興味がある方とかはい、はい。これはえ、えっと、住み込みというか、田川に行かないといけないんですよいや、なくてもいいです。 じゃあ東京からでも勤められれるそはあのもちろん行ってくれた方がいろいろとこうやりやすくはあるんですけどそれはちょっといろんな関わり方僕らも模索してるので、うん、一気にじゃあ範囲広がりますよね、うん、はい条件とかは条件条件とかは一旦なしでえなしあの9なしでどうしてしうあっ9とかもあっいやなしっていうか <laughs> あのお話しして決めましょうと。<laughs> わかりました。と思ってます。じゃあ、ゼロベースというか、相談ベースで全部やりたいので、えっ一旦まず興味ある人は声をかけてほしいと。そそううでですす気軽にこれ、どうやって樋口さんに声をかければいいんですかね、ゃもう。えっと僕が何かしら、ツイッターで発信します。求人的な連絡先みたいなやつい。だから僕のツイッターをとりあえずフォローしていただければ分かりました。 人がそこから応募できるような何らかの施策を打ちますと、はいはい、いうことですね。と、はい、いうことです。ぜひねちょっと樋口さんのところにもなんかいろいろリスナーの皆さん行ってほしいですね。そうなんですよ、うん、ちなみに樋口塾に入りたい方はどこで連絡すればいいですかね,ねそこも実は今、うん、えと完全ににオープンに 募集はしてないんですよ。徐々に徐々にと思ってるんで、それもすいません。あの、僕のツイッターで徐々に徐々に出していくので、なるほど。っちゃうまず、樋口さんを、あの、フォローしてほしいと。です。です。です。で、樋口さんの発信してる番組を全部聞くと。はい。いや、でも相当ありますよ。僕出てるだけで7本あって、関わってるの11本あるんで、ちょっときついと思います。すごいな。普通時間が。はい。 日本で一番ポッドキャストを推進してる人だよ確実にでありたいなとほぼ確実に確実にトップランナーだよねそう言ってだき日本一の方にそう言っていただけるとはいしいマネタイズちゃんとすればいいのにねそうなんですよ樋口さんもはいなんでいやぜひここからねまた樋口さんの夢もまた新しい段階に入ってどん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 そう 樋口さんがやりたいこともできるっていうのは僕も嬉しいし。はい、ぜひ、ちょっと今の話聞いて興味ある人は、樋口さんに、のツイッターをフォローしてください。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、というところですかね。はい、はい。ということで、はい、以上になります。はい、お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。